こんにちは、かつきです。昨日もね、パワーリハのデイサービス行ってね、マシンをやってね、今筋肉痛とかあちこち痛いんですけどね、さっき買い物行ってきたんですよ。そしたらまたね、親切な目に遭っちゃってね、また感動してね。最近、今日スーパー混んでたからね、袋持ってますかって言うと、レジの人に袋、カゴの中入れてもね、レジの人はいつも見たら入れてくれないで、カゴどこ置きましょうかで、カゴをね、持ってってくれはったんです。それはいいんですよ。で、一人でね、後ろに、なんていうの、保冷剤入るような銀のね、バッグ入れて、背負ってるんでね、車椅子の方に、外の方のね、車椅子。で、一個一個入れてたんですよ。そしたらね、男の人がね、もしも嫌じゃなかったらお手伝いしましょうかって、えらい丁寧に言ってくれはったよね。一瞬ちょっとびっくりして、いや、自分でできます、ありがとうございますって言うてね、そうですか、じゃあ失礼しますって帰ってきはって、なんと丁寧なね、言い方でね、それも嬉しかったんですよね。ほんで、最近私何でも自分でやろうと思ってね、ヘルパーさんもね、断ってるんですよ。週3回のとこね、もう週1回でいいとね、お断りしてね、自分でリハビリのためにね、家事も大方できるようになってきたんでね、家事やってるんですよ。食べ物もハサミで切ってね、ほいでタッパーに詰めたりとか、洗って冷凍したりとか、洗濯もね、リハビリのために洗濯したり、脱水機したり、干したりね、畳んだり、やってるわけですよ。ほんで、その男性は断ってね、でも最後までこう、なんていうの、後ろの背負ってるカバンにね、入れてたんですよ。見えるかな？もう一個の車椅子の方の背中にね、大きいバッグ入れてるんやけどね。そしたら今度はね、横にいてた女の人がね、お手伝いしましょうかって言ってくれてはってね。で、今回は最後の卵をこう、後ろにこう、電波して入れててね、ちょっとファスナーが閉めづらかったんです。そんなら言うてくれてはるから思ってね。すいません、言うて。ほんならちょっとファスナー閉めてもらえますか、言うてね。後ろにせざるをたね、ファスナー、卵はこんなになってるって、卵もちゃんと入れてくれはってね、閉めたわけですよ。ですから、レジの人忙しかったからね、レジいっぱい並んでるからね、それしてくれはれへんかったわけで、見えへんかな、ええか、銀のねバッグね、捨てたら売ってるわけですよ、その後ろにね。ちょっと見えるかな？こんな、見えへんか。結構ね、スーパーの買い物かごいっぱいなるぐらいね、持てる範囲でね、こう、麻痺の手にかごかけて、膝の上に置いてね、持てる範囲で、買い物してたんですよ。ですから、結構ね、皆さん親切ですよね。ここに来てね、なんかちょっとしたことで困ってたら、必ず声かけてくれはる人がいててね。私は一人でも自分でなんとかできると思う方で、誰も声かけてもらわんでもね、大丈夫なんですけども、やっぱり人の好意って嬉しいからね、ありがとうございますっていうわけですよ。ほんで、話変わるけど、ネットニュース見てたらね、工藤会の会長が死刑になったニュースありましたよね。へえと思った。そんな、私、工藤会の事件ってそんな知らんかった。九州で遠いからね、知らんかったけど、やっぱり非常になんか怖い組織やったよね。なんか日本で唯一の、なんか暴力組織としてね、認定されてたとこみたいで、こう一般市民の方を狙っても、こう襲撃事件を何件も起こしてるわけですよね。だから初めてじゃないですか、暴力団組長でも、山口、一番大きい山口組でも、何年か入ってきて、もう今、出てきてはりますよね。だからそんなんと比べ物にならない、仇の人にも手を出すようなね、凶悪なとこだったんですよね。ほんで思ったのが、その工藤会の後事務所をね、買いはったんが、例の抱樸 NPO 法人、ホームレスさんの支援やってはるとこね。の人なんですわ。クラウドハウジングで何億、1億集めて、
買ってどういうことやろうと思っててんけどね、あそういうことかって、あの工藤会事務所跡をね買い張ったらしいんだよね。だから今そういう暴力団壊滅で必要なことはやっぱりあの就労支援じゃないかという意見もちらほら出てきてて、それは賛成なんですよ。私そもそもね、このコロナ禍でホームレス問題もあるけどね、一番必要なことってやっぱり仕事やと思うんですよね。仕事があったらね、誰もホームレスならないし、まあ、あの泥棒したりも少なくなるやろうしね、やっぱり仕事やと思うんですよ。とはいえその仕事もなかなかあの学力とかそういういい経歴がないとね勤められないというのもあるじゃないですか。で障害者もなかなかあの普通の人と一般にはね同じように仕事できないから、まあ、障害者雇用法というのがあってね、あの大きな企業はね、何パーセントかあの障害者を雇わないと罰金があるんですよ。で障害者雇うと逆にね、なんて助成金みたいなのから1人5万円ぐらいもらえたりとかね、これであの普通の人と同じような給料払ってあの雇用してるっていうケースもあるわけですね。だから企業の人数によって1人とか2人とかあのこう雇わないといけないんですよ。まあ、それぐらいのことしてね、やっぱり障害者の雇用を増やしたり、まあ、ジョブコーチ付きでね、まあ、重度の人でも働けるようなあの職場をね考えたりとかあるわけですよ。ほんでこのコロナ禍でねつくづく思ったのがね、こうなんかいろんなことがあらわになってくる時代になってきたな、これはええことやと思ってるんですよね。で一言言うと、またあの宮迫さん復帰しはりましたよね。あの1週間ぐらいあの動画止まってたからね、ちょっとメンタル心配してたんですけどね、まあ動画投稿で今後のご報告ということでね、あのなんかその休んでた1週間ぐらいに頻繁にホトちゃんと連絡取り合ってたそうで、まあ何らかの話し合いをしてて、今ではあの友達としてね、あのこうなんかお互いを応援するような関係になったというようなことをね言ってはって、それは非常に素晴らしいと。私はホトちゃんもちょっと病んでんのちゃうかな思ってね、あのなんで応援せえへんねやとか思ってたんやけど、やっぱり真摯に謝りはったんかな、その辺はお二人のことやから分からへんけどね、いいことやと思います。それに比べて吉本の大崎会長なんかインタビューで答えてはるわけやけども、まあ、宮迫さんを応援したいかという問いにはね、いや思わないねってね言うてるんですよ。ほんでやっぱりあちこちであの宮迫さんと共演したらなんか猛烈な忖度でその人がどんどんあの吉本辞めていってると、それ噂なのか真実なのか分かんないけども、やっぱりそういうふうなね猛烈な忖度でやっぱりテレビ業界なんか元からありますよね。ジャニーズ事務所の時からありますよね。まあ、ジャニーズ辞めたらもうしばらく干されるとかね、そういう時代がでもどんどんあの最近になって変わってきてるじゃないですか。あのスマップ問題からしてもね、残ってるグループともう辞めてったグループとで、まあテレビ出られへんかでもやっぱりあの人気のあったグループやからね、あのそういうもうそういう時代じゃないの。どこそこのプロダクションに逆らったらもう仕事干されるとかね、でも現実続いてるんやけども、あとトロサーモンのあのなんか上沼恵美子さんに失礼なことを言うた事件で干されはったかな、まだちょっと今外録でちょっとちらっと見ただけでよう分かってないんだけど、まあ、そういうようなことが頻繁に起こってた世の中じゃないですか。だからあの梶原さんも梶作もまああの上沼さんの番組からね、もうそれはしゃあないわね。なんか上沼恵美子さんに嫌われたら番組追い出される、それはしゃあないと思うんだけどね。まあそこまで叩かれるかぐらいにあの仕事干されるってどうなんかな。不安がなしであの仕事がなくなるんやったらね、まあ理解できるから、それは腕がなかったから面白ないから、そしたら人気がなくなってこうあの路頭に迷うのもね、それはしょうがないと思う。
まあ、笑い芸人として腕がなかったらもう一般のねサラリーマンになりはったよろしいね。ただ腕があるにもかかわらず忖度で干されていく、テレビ業界から干されていくっていうのはね、やっぱりおかしいと思いますよね。でも私ね、あの今にね、あのテレビ業界はね YouTube とかネットにね飲み込まれていくと思うんですよ。今だってね、あの YouTube の動画を結構どのワイドショーもあの引用っていうのかな、あの天才っていうのかな、紹介してますやんか、ワンちゃんにしても何にしてもね。で坂上さんのバイキングなんか、あの番組自体がこう YouTube 結構やってますやん。ほんでもうほとんどの芸人さんタレントさんが YouTube やり始めましたよね。ほんでもう伸びる人伸びない人がいてるけども、こんだけ芸能人おったら素人あの太刀打ちできへんわね。でも私が思うには、その芸人ばっかり、くろうとばっかりも面白ないからね。やっぱり素人枠とあのポチって素人ばっかりのあの番組を見れるような風にね、 YouTube さんも改善してほしいなと思ってる。まあ自分が出たいっていう意味じゃなしにね、やっぱり素人さんの動画を見たいわけよ。まああのまだ底辺のもう1000人以下のね番組なんかどうやって検索してもね、あの出てけへんからね、どうやって探したらいいんか分かれへん。まああの一つのテーマで単語で探したら、まあ、例えば脳卒中で探したらあのいろんな番組出てくるけどね、単なるこう素人さんの日常的なね、まあ普通の SNS 的なねあの動画というのも見たいな思ってるんですけどね。ですからあの YouTube も YouTube がテレビ化するっていう方向もあるわよね。あの中田敦彦さんとね宮迫さんがやってるあのウィンウィンウィンもね、あれ大好きな番組でね、でもあのセットにねお金かけすぎて、もテレビ番組さながらのねセットでこう階段何十段もの階段でね、で観客も集めてねあのやってはるわけですよ。それ私見る方からしたらね、そこまでせんでええんかと思うけど、やっぱり演者さんにしたらやっぱりそれだけのセットで前にも観客がいてて、そこテレビの番組みたいなのはやっぱり高揚感とかね、そういうなんか感触とか生の観客の受けとかそんなのがね感じられるからいいのかなと思うんですよ。でも私からしたら別に何の殺風景な部屋でねソファーに座ってゲストと喋りはんの十分面白いしね、まああの居酒屋あの飲み屋的なところでねお酒飲みながらあのやってはんのもね面白いなと思うんですよ。ただあ宮迫さん飲みすぎ、なんかものすごいピッチで飲んではるよね、ちょっとアルジュ気味ちゃうかなと、そこもちょっと心配したけどね。でとにかく、あ何が言いたいのかな、あのやっぱりねこれからやっぱりパワハラとかそういう業界への忖度とかね、そういうのはどんどんもうあらわになってしまう時代やと思うんですよ。ですからこう YouTube をこうバカにするテレビ業界とかね、そういうのがだんだんこうもう境界がなくなってきて、まあ多分ウェブの方に追い越されると思うのね。で私なんかテレビ見ないですからね、あの時間時計代わりにね朝テレビつけたりね、まあ夕方ご飯食べるときちょっとテレビつけたりはしますけど、ね、その他テレビ見ないもんほとんど。だってあのテレビのあの画面の前にいないと私目悪いからね見えへんわけよ。でちょっと前まではあのスマホでテレビが見れたからね、その時はテレビ見てたんですよ。ところがその NHK がスマホからも NHK 料金取る話になってから、こうスマホからテレビが消えたじゃないですか。それからテレビ見ないわね。スマホでやったらベッドででもね寝ながらでもね見れるから、見たい番組もあんねんけども、テレビで見んのはここまでじっと座ってね見んのしんどいからね、あのAmazon とかねそういうオンデマンドでまとめて見てます。まあドラマでもね、だからあのかなり遅いねんけど、ね、みんなあの逃げ恥なんかのすごく最近見たしね。でもあの一気に見てしまうんで、一気に見るからしんどいねんけどね、あの1週間ごとに待つとかねもうできない。でそんな時代じゃないと思うんやから、今そのうちテレビででもねあの YouTube のチャンネル見れて
まあ、すでにその YouTube のなんかあれを差し込んだら見れますけどもね、そういうテレビも出てるけど、今後はもうさらにテレビ買ったら漏れなく YouTube が見れる、 YouTube とか他の番組がね見れるような時代になっていくと思います。そうするとやっぱり一つのチャンネルとしてね、テレビ番組のチャンネルの他に YouTube の番組もあってね、まあアメリカとか海外並みにねチャンネル数のすごい大きな時代が来ると思うんですよね。そうするとどうなんかな、まあいろんな人がその好みの番組を見出すと思うんですけどね。ちょっと何用意持ってやったか忘れた。あ、要するに宮迫さん頑張ってね、もっとテレビ超えていくと思うし、ほんで何もお笑いタレントだけじゃなくてね、お笑い番組は番組で面白いねんけども、どっちかと見たいのはね、やっぱりその人の人間性が出るようなトーク番組、こうゲストを呼んでもゲストの人間性と、まあ、MC の人間性でこう会話が弾んでいくようなね、まあ、業界裏話的なのもありの、そのお笑い論を語るのがどうのこうの言うのもあるけども、それ語ってもらうのを見てても面白いからね、あ、こういう生き方で芸人やってはんねんなとかね、そういう姿は見たい。だからそれは別に歌手でやってもね、役者さんでやってもね、そういう番組みたいね、まあ言ったら、まあ『徹子の部屋』『徹子の部屋』の YouTube 版みたいにね、もうどんどんいろんな方のねいいところを引き出してもらいたい。で、宮迫さんってやっぱり 腕ありますわね。お父ちゃんもいい人やろうけど、あんまり面白ないね。だから滑らない話とか見てみたけども、やっぱり面白ないな。でもお父ちゃんはそのもうお笑いやめて真面目路線のね動画ねに出しはった方がいいんじゃないかな。まあたまに吉本の仕事はあるから吉本でね忠誠を尽くすのもいいけど、それよりか加藤浩次さんみたいにね、加藤の乱を起こすようなね骨のある芸人さんがね出てきたらええのになと思う。どう見ても雨上がり決死隊の解散劇ってね、出てる人全員吉本に忖度してるでしょ。やっぱり言葉選んでるでしょ。どう考えてもおかしいのが、なんで宮迫さん一人を悪者にすんの、その辺が不思議。だって事情知ってるはずでしょうが。だって反社って知らなかった宮迫さんが、後から反社やって分かって、後からでもやっぱり反社と営業したということは、お金もらっていることは被害者がいてることやからね、良くないことやから謝罪して謹慎期間があったのはええことやと思うねんけどね。そこまで宮迫さん全部のせいにする、まあ幹部に逆らったという面はあるわね。吉本に内緒でああいう記者会見を開いたという、まあ、思い切ったねとこはあると思うねんけどね。それにしてもやっぱり吉本懐狭い。だからこれでね吉本よりも人情味のあるプロダクションできたら、みんなそっち移んのちゃう。だから今チャンスよ。だから YouTube のなんていうのプロダクションっていうの、いろんな事務所あるじゃないですか、 UM とか KE とか、なんかそういうところがねもっと頑張って テレビ局のプロデュースもねするようになったらね、やっぱり忖度とかそういうパワハラのきついとかどんどん淘汰されてね、やっぱりまともに普通にある常識があって、モラルも守って、で反社のチェックもきっちりやって、マネジメントもするようなねところが、もう YouTube へとかテレビ業界関係なしにね栄えていくような世の中になっていくんちゃうかなと、ちょっと未来予想してみました。以上です。よろしかったらチャンネル登録、ご意見なんかもよろしくお願いします。では。